こんにちは、速稼塾の久保です。ここにねタイトルありますよね。あなたのお家には除菌抗菌と書かれた生活用品がいくつありますかっていう風になってます。まあ私はね商品名だと思って除菌とか抗菌って言葉を目にしてるんですけども、やっぱりね何もない表示の商品よりも除菌とか抗菌っていう風にポンとね隅っこに書いてある方が手が伸びちゃいますよね。やっぱり菌がない方がいいんじゃないかなとか、菌って汚いもんなっていう気がします。でもですねちょっと下の方に書いてあるんですけども、除菌や抗菌と聞くとなんだか清潔な感じがしますが、確かにしますよ。それらに過敏に反応しすぎると病気にかかりやすくなるって書いてるんですよね。これどういうことなのかなと思って読み進めていくわけなんですけども、このサブタイトルを見た時に私はね大事なことを思い出しました。あ、その通りだと。だってね、あの菌ってビフィズス菌っていうんですか、ビフィズス菌ってわざわざヨーグルト食べてね、ブルガリアヨーグルトとかで菌をお腹に入れてるんですよね。あと善玉菌とかっていうのもありますし、納豆菌っていうのもありますし、菌の全てが悪いものではなくて、自分の体に必要なものとそれから必要でないものをきちんと分ける必要があるんだろうなっていうことなんですよね。その菌っていうね、なんかバイ菌みたいなところから幼い頃覚えたから、この先入観かかっちゃうんじゃないかなと思います。じゃあもうちょっと先を読んでみましょう。菌というと嫌なイメージしか持ってない人が多いですよね。私もまあその一人です。汚い、危ない、気持ち悪いなどという言葉が思い浮かぶのでは。そう、小学校の時になんかバイ菌とかね、なんとか菌とか言っていじめられてる子もいたんじゃないかなと思いますよね。だから菌っていうのが悪いイメージっていうのが良くないのかなと思いますし、アンパンマンの中にもバイ菌マンっていうのがね、どっちかっていうと悪役みたいに扱われてますよね。まあユニークで憎めないやつなんですけども、だからそういうふうなね菌扱いをするっていうのがすでに差別的でありいじめ的でありね、だから菌は悪いものっていうふうにすることによってどんどん菌のイメージが悪くなっていく。その結果抗菌とか除菌ってものが売れやすくなっていくってマーケティングなのかなと思いますよね。ここに書いてます。菌がいなくては私たちは生きていくことができません。もちろんね有害な菌をたくさん身につけましょうってことではないですよ。でもやっぱりこういうところにね細かいことが書いてあるわけですよ。で皮膚の表面には表皮在中菌っていうのが入ってるとかね。だからねある研究によると、まあ、あのキスをするとなんか2万個ぐらいの菌の交換をするとか、口の中で交換するとか言いますよね。で、腐敗と発酵はイコールなのです。要するに発酵するとそれは腐ってるってことなんだ。それが、人間の都合のいいように働けば発酵と呼んで、不都合に働けば腐ったというわけなんですよね。だから納豆なんてはっきり言って腐ってるわけですよ。でも美味しい美味しい、納豆菌が出たってからね、混ぜて食べてるんですよね。はい、微生物たちはどちらにせよただがむしゃらに自分の仕事を全うしているだけ。そうなんですよ。菌とか微生物って私たちのことを気にして何かやってるわけじゃなくて、ただ菌の作用をね働かせるだけなんですよね。すいません。で土にも多種多様の微生物がいますって書いてます。それ知ってるはずなんですけどね。で結論としてですね、除菌消臭スプレーは毒の霧、使い続けるとどうなってしまうのかってことが書いてます。ここに書いてますけども、結局除菌液とか、消臭スプレーって中身のわけのわかんないものが入っているらしいです。で、これだけ見ると、食品由来なのかな？じゃあ安全だと思ってしまいますけども、そうではないと。食品環境医療などの分野で活躍している、この渡辺裕二先生によると、この正体は第4級アンモニウム、塩、アンモニウム塩ではないかと指摘しています。除菌消臭スプレーは家庭用品質表示法の対象外なので、うわぁ、成分を表示する必要ないですか。なるほどね。だから印刷されたその消臭ですよとか抗菌ですよっていうものが全てではなくて、それかなりイメージ操作なんですよね、あの辺も。だからといって抗菌って書いてあるもの全部がねインチキだってことではないですよ。こういうふうに書いてるんですよ。除菌のしすぎはかえって免疫力を低下させ、アレルギーも発症しやすくなるってことなんで、我々は適度にね、菌に触れることによって、その菌に対する抵抗力とか、その菌とうまくやっていけるような、体の中の、何ですかね、免疫力ですかね、まさに。そういったものが出来上がっていくんで、上手に付き合っていきましょうってことですよね。確かに、無菌状態で過ごしていると、ちょっとした菌でね、やられちゃうみたいなこともあって、私が小学校の頃によく読んでいた宇宙戦争っていうね、そういう、なんか小説があったんですけども、SF が。あれは、火星人が地球に攻めてきて、地球人をどん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 ね、攻撃するんですけども、ある日突然火星人が動きをやめて全滅するんですよ。
で、なんでかなと思って調べてみると、火星には菌がなかったと。で、地球にはいろんな雑菌とかばい菌とか、それこそね、ばい菌ですよ。うん、それからね、ピロリ菌とかね、いろんな菌があると。その菌に対する抵抗力を宇宙人が持っていなかったんで、全滅したっていうオチだったんですよね。で、当然ですけども、このストーリーから私たちは、どっかね、他の国とか、うん、他の星とかに行くときに、うん、その雑菌とか、その菌に対する抵抗力があるのかってことを、よくよく、検査してから、外国に行ったり、他の星に行ったりっていうことになるのかなと思いますよね。なるほどね。まあ、現在はね、とんでもない菌が、地上にあるってことはあんまりないと思いますけども、たまにね、未知の菌が発見されて、ちょっとね、問題が出ることがあったりしますよね。はい、ということなんで、最後に整列があります。モリンガの先駆者が開発した国内初、じゃない、国内発酵サプリ。ね。この商品を売るためのブログだったのかなと思いますけども、ためになりましたね。免疫力を向上させるには、腸内環境を整えて、平熱を目指すということね。で、夜は寝ること。この3点で健康を維持して免疫力を上げて、まあ、どんな病気にもね、負けない体を作っていきましょうということでした。爽やかにお過ごしください。それでは失礼します。